おまは級のマーブルヘッドですよ。かの対戦であっちこっち行ったりしたんですよ。あまあ、お互い気楽にやりましょうよ。ちョリース、マーブルヘッドですよ。あなたが指揮官ですか <laughs> イけてる感じです。<laughs> 仲良くやりましょう。 天秤座の今日の運勢は、大吉でーす。上官と部下だなんて、真面目すぎてつまんなくありません <laughs> 仲良くやりましょうよ。指揮官、2時間後にメンフィスにネイルのカラーリングをしてもらう約束があるんですよ。多分、1時間はかかりそうですから。 任せたい仕事があったら、その前にどうぞ。ここは、指揮官、ここさ、私もよくわからないですけど、間違いそうな雰囲気ですよ。夏院を確認しまして、数字のチェックとレポート。あ、私何もやってないですよ。気のせいですよ。 指揮官、今自撮りしてるんで、ちょっとそこどいて。うわっ指揮官、最低ですね。指揮官、任務が終わったら注文したミルクティー持ってきてくれません <laughs> 甘さ控えめでー。指揮官ってガリ弁タイプ私も。うわっ 私も、そういうタイプ嫌いじゃないですよ。新しいメールでしょうか。うーん。見なかったことにしましょう。指揮官、何か食べますケーキ焼いたんですよ。指揮官、委託が完了する予定時間ですよ。あ、私 たまたま時間を覚えるのが得意でして。へえ。あたしのこと気になります適当にやりますよ。指揮官、笑って笑って。記念にシャメとるっすよ。戦闘の分析、し、しっかりやりませんと。 何でもないっすよ。くらってもらいますよ。ここはちょっと、真面目モードですね。指揮官って、つまんないですね。やっぱりコンコードたちと遊びに行こうかな。ぶら下がってるこの写真のことああ、この地味っ子が私ですよ。 そんなことより、遊びに行きましょうよ。別に、元地味っ子ってことを隠そうとしてませんよ。まあ、昔は昔、今は今。ちょっと派手な私の方が、私らしい気がしますんで。というわけで、よろしくまあ、なんというか、 お仕事とか勉強とかばかりじゃ、世の中の楽しさがわからなくなりますよーってやつあたしは今楽しいから、もう地味っ子に戻ってと言われても戻りませんよ指揮官は、あたしみたいのがタイプかどうかはわかりませんけど、あたし、実は指揮官がタイプなんですよ。 <laughs> じゃあ、付き合いましょうかまずはデートから。やっぱり指揮官と私は相性がいいですね。そりゃ、指揮官の好みとか、とっくに調査済みなんで。じゃあ、今日も一緒に、どこか出かけますおまハ級前進でーす。ギャル力、磨いとく